石井太郎石井太郎は日本の外交官、日中戦争初期に外務省東和局長を務めた。戦争拡大に走る軍部に抵抗し、日中和平を試みたことで知られる。外務省東和局長、中大特命全権大使、中ブラジル特命全権大使、中ビルマ特命全権大使を歴任。1887年、福島県生まれ、福島中学を経て、 1908年、東亜道文書院を卒業し、満鉄に入社。その後父、石井文五郎の仕事を手伝うべく退社したが、父が事業に失敗し失業。学府から生活援助を受けながら、外交官を及び領事官試験の勉強に励み、2回目の挑戦で合格した。入賞同期の中には、沢田連さん、二見神王、富井甘音などがいる。1915年、 外務省入省。1916年領事官補として、関東に赴任したが、間もなく、原因不明の高熱に苦しみ、西洋のため帰国した。西洋先の磯部温泉で、後陸軍内の不拡大派の中心人物として知られるようになる、柴山県、四郎のちぐを得る。病気回復後、同年暮れには、天津在勤の命を受けて赴任。総領事代理として、 領事裁判にあたり、居留民間の訴訟、刑事事件を裁いた。転身時代は、物価の高騰や、家族の病気などで大変急防し、離任時には3000ドルの借金を抱えたが、同文書院の先輩の援助で借金を解決することができたという、1918年には、サンフランシスコ在勤、続いて1920年には、ワシントンの中米大使館参島書記官となった。 当時の特命全権大使は、しではらきじゅう官員には、サブリ・サダオ、ヒロタ・コ山本・五十六、亀井カ一郎等がいた。1922年10月には、中メキシコ公使館に、転任した。1924年6月には、再び本省勤務。移民業務、在外居留法人保護等を司る通商局大参加勤務となったが、名義上のもので、実際は、 サブリ・サダを通商局長直属の局長室勤務となる。最大の業務は同年米国で成立した排日移民法への対処であり、中米勤務時より移民業務に従事してきた石井は、当時の政府の意図について、移民を一人でも多く、アメリカに送ろうという気持ちは、我が政府にいささかもなくと述べ、米国側が仮に年184人の部合をそのまま生かして、 日本移民を認めたとしても人口構成に難当脅威となるものではない。それをしも一気に締め出すというのは国際定義を無視するもので遺憾千万な立法であり、従来より厳重に日本政府の自制に任せるという形式で日本側のメンツを立ててくれさえすれば移民などは一人も渡米させずとも我が政府も世論も納得するのであったと回想している。1925年には 赤松博之の公認として、サブリ局長に壊れ通商局第三課長となり、ブラジルをはじめとした中南米諸国への移民業務や、海外への旅券発給業務を担当した。1927年、中英大使館一等書機関に任ぜられ、ロンドン勤務となる。この時期は、将棋とゴルフを趣味としていたという、1929年には在上海総領事を命じられ、再び、 中国勤務に就く直後、締原基重郎外務大臣の意向により、在吉林総領事となった。1931年満州事変では、吉林省政府と日本軍第二師団の仲介に動き、吉林への平和新中に貢献したという。石井は満州国建国を批判し、東三世中国民衆の一人だって、独立を希望したものがあったろうかと考えていたが、 立ン調査団の調査に対しては、立場上、言って差し支えない真実だけを伝えるにとどめざるを得なかった。1932年には、上海総領事に任命された。国際都市上海を平和に保つことが自分の使命であると考え、不認時、上海だけはいかなる場合にも、無風状態に置くのが私の抱負だと、新聞記者に語ったという。船津和平工作。 トラウトマン和平工作、及び、うがき工作も参照その後1936年の駐車無大使を経て、1937年3月、外務省東和局長に抜擢される、露光橋事件では、不拡大方針を強く主張し、広田後期外相を通じて、軍部の主張する3個師団動員を阻止しようとしたが、7月11日に3個、師団動員案は、閣議決定された。 石井は、上村真一等は一課長と共に辞表を提出しようとしたが、広田に遺留された。石井はなおも拡大阻止に動き、陸軍省軍部課長、柴山兼四郎大佐とも協力して和平への道を探ったが、老房事件、公安門事件の発生で果たせず、日中は全面衝突することとなった。石井によると、7月29日、昭和天皇からこの絵踏首相に、 もうこの辺で外交交渉により問題を解決してはどうかとの言葉があったという。これに力を得た和平派は船津達一郎を上海に派遣して公務根ネ足ケ市長と会見させ停戦交渉への道を開こうとしたが第二次上海事変の勃発により工作は頓挫した。11月にはドイツが日中和平に向けた圧戦を行った。12月13日には その圧戦案を審議すべくご省連絡会議が開かれ、石井も会議の場に出席した。各大臣からは、日本の選挙有利を背景に和平条件を加重する発言が相次いだ結果、中国側が到底のめないような厳しい案文になった。石井は発言権のない立場にもかかわらず、思わず、核のごとく条件が加重されるのでは、中国側は到底和平に応じないであろうと、 発言したが無視された。絶望した石井は当日の日記にこうなれば安分などどうでもよし。日本は行くところまで行って行き詰まらねばダメと見切りをつけると記している。1938年5月には広田に代わり、宇垣一世陸軍大将が外相に就任した。石井は就任間もない宇垣に何と大臣のお力で 国民政府を相手とせずを乗り切っていただきたいと和平への努力を要望し、宇垣も3位を示したという。外相に就任した宇垣は早々にこの衛声明の再検討を表明し、中日英国大使のロバート・クレイギーや中華英国大使アーチボルド・クラーク・カーなどを開始、中村豊和香港総領事を通じて、交渉期国民政府行政委員長、 穴の秘書京介さんらと国秘に接触し、小介石政権側からの現実的な和平条件引き出しに成功した。しかし、これらうがきによる工作は、陸軍の出先や石原系を除く、陸軍革新派の強い反対を受けた。宇垣は、結局、公安員問題をきっかけに辞任した。宇垣は石井に、事変の解決を自分に任せると言っておきながら、 今に至って、私の権限を削ぐようなこの得ない核に止まり得ないのだ、と語ったという。石井は、大臣の保湿が不十分であった責めを感じ、東和局長を辞任した。1938年11月には、中オランダ公使に転任。続いて1940年10月には、中ブラジル大使となった。1941年12月の日英、日米海戦は、 ブラジルの首都であるリオデジャネイロで迎えることとなった。日本と敵対関係になかったブラジルは当初態度を保留したため、石井は日本の同盟国であるドイツ、イタリア両大使と共にブラジルの対数軸国参戦を阻止すべく各種工作を行ったものの、ブラジルは1942年1月にアメリカやイギリスからの政治的圧力を受けて日本とドイツ、 イタリアとの国交を断絶しその後交戦状態に入った。石井は帰国までの間、在ブラジル日本人の帰国に向けた準備及び、保護活動などを中心に行ったが、ブラジル当局が日本政府による中日ブラジル大使館員への礼遇へ対抗し、同様の措置を行ったことから、石井らは1日1時間の監視付き以外は、外出を禁じられ事実上の監禁生活を送ることとなる。 しかし、日本当局が中日ブラジル大使館員に対する待遇を軟化させたことを受けて3月に監禁は解かれ、8月に戦時交換戦で帰国した。英米との開戦後、日本は多くの国と国交を断絶したため、大勢の対米外交官が生じることとなった。これらの対米外交官を集める形で、外務省内に戦時調査室が設置され、石井は帰国後に、 その主催を引き受けることとなった。戦争の奇数が見えてきた1944年8月、突然中ビルマ大使を命じられる。当時、イギリスやアメリカ、オーストラリアなどの連合国に対して、日本が劣勢に転じていたことから、無事で帰れまいことを覚悟に、不任、1945年8月の終戦を浴びるまで、迎えることとなった。石井は、当時の国家代表で、 日本に協力的であったバーモーを伴っての、逃避業の後、ビルマの隣国で当時は日本と敵対関係にあったタイに脱出し、そこでタイと同盟関係にあったイギリス軍に交流されたが、1946年7月にようやく帰国を果たした。帰国後の8月7日、外務省に辞表を提出、外交官生活は終焉した。同28日にはチュービルマ大使という養殖にあった。 ことを理由に GHQ から公職追放を受けた。晩年は東京都北区西ヶ原4丁目の自邸で穏やかに過ごした。石井は君に等を受賞しているが、省内には年功による定期助訓には冷淡な雰囲気があり、石井もかねてから軍人有利の助訓制度に批判的であったことから、こうした連中ともにこうを論ぜられるのを潔しとしないが、どうにもならぬ。 私は、勲章なるものに愛想を尽かしていたのであったと書き残している。昭和天皇に対しては平和主義者であったと高く評価し、短い会見の時間にも天皇の円満なるご人格を感じ得たなどと実情で述べている。ありがとうございます。